代表的ホットハッチの一つ、ルノーメガノ RS ホットハッチとは、乗用車の区分の一種。ヨーロッパでは、比較的人気がある。北米では、スポーツコンパクトと呼ばれる。実用性が高いハッチバック車に、強力なエンジンを乗せ、車体チューニングも施し、スポーツカーに近い走行性能を与えた、ハッチバック車のことを指す。安価な車をベースとして、 普段使いに不自由せず、ひとたび、ムチを入れると結構早くて楽しめるというものが一般的だが、稀に実用性を削って競技用のベース車両として開発されたものもある。ハッチバック型は、ノッチバック型に比べ、積載性や小回りといった実用面においては優秀であるが、開口部の広さゆえに、車両合成や空力面といった走行性能の面で不利がある。 しかし消費者のニーズとして実用性のウェイトは大きく、なおかつ高い走行性能も求めたいという層に、ホットハッチの需要は存在する。ファミリーカーがベースであるため全輪駆動が主流であるが、スバルインプレッサ WRXSTI や、ランチアデルタ 1F インテグラーレなどラリーで戦う、ことを前提としたモデルは四輪駆動を採用する、こともある。 トヨタ AE86 や、ホンダインテグラ、日産、シルビアや日産、180SX、ホンダ CRX など、ハッチバックを採用したクーペで、スポーツグレードが存在する車種もあるが、これらは、ホットハッチではなく単に、クーペや、スポーツカーと呼ばれるのが、一般的である。初代フォルクスワーゲンゴルフ GT 一般的に1977年登場の、 初代フォルクスワーゲンゴルフジーティがホットハッチのルーツとされる。フランスの VW ディーラーが西ドイツの本社に働きかけ、ジーティモデルを誕生させたのが始まりとされる。イタリア人と並んで小さな車を飛ばすことが好きなフランス人の自動車愛好家がこのゴルフジーティに熱狂し、大ヒットとなった。フランスでの成功を受け、ゴルフジーティの販売が全欧州から世界へと広がって、 行くにつれ、一時代のホットハッチの代名詞となった。なお、ゴルフ以前は、ボックスホールシベット HS のような、高性能ハッチバックも存在したが、HS は、ラリー用なモデルとして設計がなされていたため一部のマニアにのみ販売されており、実用性の高いゴルフ GT とは違い、ファミリーカーではなく、また従来型の FR レイアウトだった。さらに、 FF F レイアウトに高出力エンジンを積んだ例は1962年のミニクーパーにまで遡れるがトランクが独立しておりハッチバック車でないためホットハッチには含まれない。初代ゴルフ GT は標準のゴルフをベース 2600cc エンジンを搭載。標準モデルの特徴である使い勝手はそのままにハイパワーかつ足回りの強化で非常に高いパフォーマンスを持っていた。 ゴルフジーティは大成功し、ホットハッチイコール日常を輸送にも使える、スポーティーカーという新しい市場を開拓した。初代ゴルフジーティは日本に正規輸入されずに終わったが、二代目は8バルブが日本に輸入開始されるや、いなや大ヒットした。続けて16バルブのバージョンも投入され、標準車に赤枠の入った。 フロントグリルだけをつけたまがいものが現れるほどのブームとなった。しかし、3代目や4代目は徐々にその牙を抜かれてマイルドになり、続く5代目は g t ズバックというコピーを伴い、ターボチャージャーと DSG を装備した文字通りのホットハッチとして登場、大人気を博している。ゴルフ GT の成功を見て、早速、欧州のメーカーは、 ホットハッチを続々と市場に投入し始めた。ホットハッチ好きの多いフランスのルノーからは、ゴルフ GT 登場の前年に、サンクアルピーヌが発売されていたのだが、1979年には、ゴルフ GT 迎撃のためターボ仕様が登場。オペル、ボックスホールは1980年に、アストラ GTE を英国フォーットは1981年に、 コードエスコート XR3i を登場させた。さらに、ランチアデルタ、フィアットウノターボ、プジョー 205GT、アウトビアンキ A 112等が続いた。一方日本では1974年に発売された、ホンダシビック RS が、ボーイズレーサーとも呼ばれ、日本のホットハッチのルーツとする見方もある。1980年代末までには、ほとんどの日本のメーカーが参入。 1990年代の終わり頃までには、欧州の全メーカーが、ハッチバック車に高性能版、ホットハッチをラインナップしていた。結果的に従来のスポーツカーを、ホットハッチが生産台数で大きく凌駕し、スポーティーカー最大の市場区分になった。また WRC では、ベース車両に、小回りの利くハッチバック車を使用することが一般的になっていったため、 これもホットハッチの増加に拍車をかけた。アウディエイチクワトロハットエビーカーグラフィック1995年3月号特集ホットハッチ。ありがとうございます。